こんにちは。もっと知りたい話題サポーターの M です。いつも当チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回音声でご挨拶するのは初めてなので、僕の登場に驚いた方もいるかもしれませんね。なぜ登場したのかというと、2つ理由があります。1つはですね、いつもご覧いただいているあなたに改めまして感謝の気持ちとお礼をお伝えしたかったからです。いつももっと知りたい話題を、見てくれて楽しみにしていてくださって本当にありがとうございます。今後もですね、どうぞもっと知りたい話題の方よろしくお願いいたします。またですね、収益無効化になったことで動画のアップがなかなかできておらず、楽しみにしていただいている方には大変申し訳ございません。今回この音声を通して、今後の運営や現状をちょっとだけ、お伝えすることが、お話しすることができたらいいなと、思ってます。まずですね、動画でもご案内した通り、5月に収益無効化に、なってしまいました。ただですね、6月になりましたら再審査の方を行いますので、そちらの再審査行って、その結果によって、今後このチャンネルの運営をどのようにしていくのか、考えていくつもりです。一番いいのがですね、申請が、無事通って、今までのように、動画を変わらずアップしていくという、形が、一番いいかなと思ってます。ただですね、もし収益化ができなかった場合っていうのはですね、例えば当チャンネルの運営をストップするのか、またですね、僕が、ナレーターではないんですけども、僕自身がナビゲーターとなって、様々な都市伝説や雑学などを今後もお届けしていくという、スタイルも一つの方法かなと思ってます。このあたりはですね、6月の申請の結果が出てから、またお伝えできればなと思ってます。でですね、今回無収益化になったことで、サブチャンネル新もっと知りたい話題の方を、立ち上げました。すでにたくさんの方にチャンネル登録、そして応援をいただけていますので、本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。そちらの方でもですね、収益化を目指してナビゲーターさんたちと力を合わせて今後も動画を投稿していきたいと思います。ですので、ぜひぜひ、新もっと知りたい話題の応援、そしてチャンネル登録の方も、ぜひお願いいたします。チャンネルリンクの方、下の説明欄の方に、載せておきますので、ぜひ新もっと知りたい話題の方も、チェックしてみてください。それでは、6月までもう少々お待ちください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。